はい、満月動物園の次回公演をお知らせさせていただきます。満月動物園の次回公演は、スペースドラマの最後のスペースドラマ、スペースドラマ1に参加しておりまして、私たち2003年の第1回から参加しておるんですが、第1回の優秀劇団で、第1回の同期である劇団鹿殺しから、バロー丸一郎君が最後のスペードラのためにと駆けつけてくれまして、脚本を提供していただきました。そして2004年優秀劇団である私たちがマロー君の脚本であります作品がレクイエムという作品で、こちらは10年の純愛を描いた監禁ホラーです。純愛を描いた監禁ホラー、どんなんなんでしょうね。どんなんなんでしょうね。スワイツにもう踊り狂っております。はぁ、狂っております。いつも見ない川上優香、いつも見ない西原清美、よく踊るスワイツに、あと可愛い丹下真澄とかいろいろ見れます。そうですね。はい、あとでも今までの満月動物園とはもう明らかにマロー君が僕らに挑戦状を叩きつけてきたなっていう、昔のパワフルな思い出せみたいな脚本を上げてくれましたんで、ぜひぜひ足を運びください。はい、6月、はい、9日金曜日から10日11日日曜日まで、5回公演シアタリカル大手院さんにてやっております。はい、こちらにいらっしゃいますのは遊劇舞台2月病の中川さんでございまして、中川さんには6月の11日11時の回に、リレーアフタートークのゲストとしてご登場いただきますので、もしよければその回にぜひ足をお運びください。お手柔らかにお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。予